別名胎児スコープ検査は、女性の妊娠中の内視鏡手術であり、胎児・幼膜、細体、胎児の側の胎盤を通して、手術を見ることができる。腹部に、小さな3から4ミリメートルの切開を加えてから、内視鏡を腹壁と、子宮から幼膜空に挿入する。胎児顕微鏡検査では、静腱やレーザーを使用して異常な血管をブロック、したり、 二分脊椎を治療したりすることができる。子宮鏡検査は通常、妊娠の中期及び後期に行われる。この手順により、胎児は、流産や、早産などの有害な結果のリスクが高くなる可能性があるため、母親と胎児の健康を守るために、リスクと恩恵を慎重に検討する必要がある。この手順は通常、手術室の3回と婦人会によって行われる。 1945年、ビヨン・ウェスティンは、上部消化管内視鏡検査全体を使用して、肺を直接観察したことを示す研究を発表した。1966年、アグアロラは、子宮鏡検査を使用して、胎児、子宮頸部、子宮の様々な特徴を観察する研究を発表した。1972年、サニー、ダウンステートメディカルセンターのカルロ・バレンティは、 内視鏡検査と呼ばれる手法を記録した。これは胎児の発育を直接観察する。ギャリノットは1978年にこれらの技術の標準化を最初に試みた。妊娠中の女性に対するこれらの方法の侵襲性と胎児への高いリスクのため、1990年代以前は、膣式超音波機器、膣式超音波スキャナーは比較的安全だったため、 この技術は概ね破棄された。しかし、その後、胎児へのリスクを軽減し、医師により良い視覚的結果を提供できるより、小さな器具が開発された。これにより、政権などの医療介入技術を使用した、外科的介入の開発が可能になった。1993年、カレン、ガレールディニー、及びリースラは、この技術を、胎児顕微鏡検査と呼んだ。2000年代以来、 低心臭手術用胎児顕微鏡の分野は発展を続けている。マイケル・ベウホートとルーベンキン・テイロなどの医師は、子宮内の胎児腫瘍を除去し、二分積水を強制するためにこの技術を使用した。子宮鏡は医療上と呼ばれ、同じ名前を持つ内視鏡に関与し得る外科的処置である内視鏡の光ファイバー機器に使用される技術。特別な超新機ツールで、 モニター対象の胎児心拍数を聞くと医療機器で語彙が混乱する可能性がある。これらの音声診断ツールは胎児スコープとも呼ばれるが胎児鏡検査とは関係ない。ありがとうございます。